皆様、モデレーターをお願いするパトリック・クローニー氏をご紹介します。ハドソン研究所アジア太平洋安全保障のチェア兼シニアペロです。4名の優れたパネルをお迎えしています。ウラ国際関係研究所のテイリド・モンブリアル、また、全ロシア世論調査センターのワレリー・フロードロフ氏。 そして北海道大学公共政策大学院鈴木教授また日本電子電話株式会社の横浜審議さんですこのセッションは英語で行われますそれではドクタークローにお願いしますはい、ありがとうございます皆様とご視聴できて光栄ですもう素晴らしい国際問題研究所の60周年を記念するイベントですで。 ス劇の市会、えー、所ではもっと日本に行きたいと考えております日米関係をサポートするグローバルダイアググローバル秩序を重視している一人ですで早速このパネルのトピックですが「デ、えー、ジ,ジタル化社会と国際秩序」というタイトルです 情報の時代によって、かつてない知識の共有が実現しようとしています。そして、そのベネフィットをか、それともリスクを下げるかというバランスを取らなければなりません。でこの4名のそれぞれの視点から、この問題について、つまりどういうチャレンジかとか、ロシアといった個別の社会でのデジタル化の影響、またサイバー技術、デジタル技術が、 国際的国際社会国際関係にどう影響するか各国それから国際社会にどう影響するかということまた民間部門の意見政府だけでなく民間の視点からも意見をいただきますで二つあの問題があるとめつまりデジタル化というこの社会ですけれどもそれが国家の権限にどう影響するかつまり日本フランスロシア米国その他国が でどうう影響をされていいるかということこが1つでその国家をまとめた世界国際関係を考えた場合、えー、その国際的な秩序をどう作り維持していくかということですとその場合主権という考えはどうなるかという問題がありますつまり国家対国際秩序というコンセプトが2つあるわけですがしかし相互に関係していいますここれを切り分けるととは難しいと思います。 まあでも一つ導入として私、アメリカ人としての試験を申し上げます。サイバースペースの安定性が重要ということ、つまりアメリカにとっても各国すべてにとって重要なポイントです。そして国際秩序にとっても安定性というのが重要です。まず国家のレベルで3つの挑戦、課題があると思います。繰り返しになるかもしれませんが。 パネリストの皆さんからそれぞれあの見解があると思いますので我慢してくださいまず一点目はサイバーの犯罪者悪意ある攻撃者たちはさあの懲罰を受けていないと思われるわけですその行動を見ると増えています急速に行為行動が増えていますいろいろな指数を見ても まあ数字これ一つという数字はえーでそうトータルコストは測れませんけれどでも例えばえ暗号通貨の窃盗だけを見ても先週、注目したんですが2019年9月までで推定で44億米ドル相当の暗号通貨の窃盗が盗みがあったということです。昨年は17億でした これは推定にしかすぎませんが、でもこのスケール、もう1年で3倍増したということ、あるいは4倍増でしょうか、でこれは1面にしかすぎない、この犯罪のサイバースページいくら犯罪の1面にしかすぎない、でまあ、問題だけでスタートをしたいんですでも問題がたくさんありますで、それに関する新しいソリューション、新しいアイデアを求めます。それから国家のレベルですが フェイクニュース偽った情報がどんどん増えていますどこでも蔓延しています何が真実何が非真実なのかわかりませんそれが社会にとって国家にとって民主主義にとっては問題となりますそういった悪いあくやる情報が広がっているそれを止めることはできないもう本当にす急いで蔓延してしまうですから記録をどう正すか一度 出てしまったレコードをどうすかということですいろんなソリューションをで権威主義のしかしソリューションは民主主義のソリューションではない、それから3つ目の国家にとっての課題はサイバースペースは国内的な問題があるということです。でもそれは国内だけの問題ではないと、つまり問題が発生すればすぐにもう国際問題化すると定義づけられます。でそれにどういうい対応をするか で民間として、あるいは政府としてこれにどう対応するか、また国際機構がどう対するか、それぞれ意見を伺いたいと思いますが、2017のピアット・エクストリームというのは、ウクライナを対象としていますが、しかし、グローバルなサプライチェーンが混乱し、100億ドルぐらい損があったと報告されています。で国際についてですがモントリオルさんから 意見を伺いたいと思いますが、対局的なご意見、期待しますが、私はちょっと消極的な立場で申すと、2つの課題があると思い、1つは、経済のメリット、いろいろあります、あるいはインセンチブがいろいろあります、だからハイテクノロジー、情報のスペースがどんどん発達している、それほとんどいいわけですで将来の継続成長はそれに依存します。 でもそれに対抗するセキュリティの問題はどうなのか、密接に関連していると思います。例えば中国国家の産業政策、2025年、中国とか、そして新興技術に投資をしています、情報関連技術中心の投資をしているということ、これは経済成長にとってはプラスでしょう。でも、深い安全保障上の意味があります。 AI それから量子コンピューティングなどが進歩しますそして技術でのライバル関係が地政学的にもいろいろ影響を及びます月 <laughs> と地球との間の空間が次の10年急速に開発の対象となるでしょうその急速開発に我々は準備がないでもサイバースペースというのはそういった高いところから やれば ICBM だってニュートラライズ、ダメにすることができると。したがってそのサーベーレンスの問題があります。しかもよく見えないと、見えないものを議論するということがますます難しいサイバーのケーブルはもう埋設されています。 それがセキュリティにいろいろ影響すると、それと経済にも密接に関連しているということです。でその問題の反面として、規範とか、濃ムとかの問題があります、つまりいろいろ問題が散見されますが、この10年、特にこの3、4年、いろいろ努力はなされています。 サイバーノームというのは標準規範ルール作りをしようということで専門家がコンセンサスで国際法を作ろうとかそしてサイバースペースに主権がどう適用されるかつい先月もサイバースペース安定のグローバルコミッションが報告書を出しましてそこにも規範が勧告されました。国家が単独で力を持って能力をを持持っってて能 ハックに対応するのか、攻撃的なサイバー行為に対応すべきかと、それは政府の政策立案者によってとは意味があることかもしれない、でも現実的に国家がそれをエンフォース、施行できるのか、遂行できるのかということ、安倍首相がリーダーとしての役割を担っていらっしゃると思います。G20 大阪のサミットででもそうでした 出会えた信頼を持って自由にフローを許すということ。で、アジアのこの地域協力においても、フェイクニュースを最小化しよう、極小化しようといろいろ努力があります。でもそれよりはマイナーな問題でしかないと。デジタルのリテラシーを上げよう、ファクトをチェックしようとか。で 国家と国際秩序でそういう課題があると私は思うんですけれども、モンドリオさん、また4人のパネルのご意見をこれから伺います。モンドリオさ,さんから、まずモンドリオさんからサイバースペース、それから国際関係にどういう課題があるかということを先生の立場でお話しいただけますか。はいいありがとうございます これは非常に困難な問題ですサイバーワールドの問題、えー、したがって謙虚で争れません。ですから私としては、えー、いくつかの課題をリストとしてご紹介したいと思います、えー。クローニーさんとおっしゃった内容と同じかもしれませんが、特にソリューションを提示するということはあえていたしません。でまず そもそもサイバーパワーというコンセプトは何なのか一つ典型的なコンセプトだと思いますサイバーパワーでもそれは何なのかアメリカ中国そしてロシアがサイバーパワーだと認めることはできるでしょうでも実際もっと小さい国もありますそれもサイバーパワー だと言えるのですヨーロッパでは英国がサイバーパワーですしある程度フランスも、うん、程度は下がりますがそうだとは言いますサイバーパワーでしょうまたイスラエルはサイバーパワーですロシアと同程度かもしれないエストニアもサイバーパワーですこれもまあある程度ということですがですからこのサイバーパワーのコンセプトをちょっと突っ込んで考える必要があります で一点そのサイバーパワーがどうあるべきかということで申したいのは攻撃的なサイバー能力を考えるべきだということです。オフェンシブなサイバーでエストニアといった国もそういった攻撃的サイバー能力を有しているわけです。これが重要なコンセプトでしかも非常に異なっていると思うんです。核う能力とは違うです。 国家がその本当のフルに核保有国になっているのは核1本で当たりなわけです。フルな、本格的なそのインダストリーとしてのミサイル、飛行機とか核関連全てを持たなければいけないところがサイバーパワーにおいてはもっと分散されているわけです。それが一つの問題提起になるでしょう。二つ目は より一般的な問題としてサイバーの世界では全てが脆弱であるということで我々が考えているのは例えば自動車の自走自立といいますか自動運転ですね 56年持てば自動運転車がもうあちこち走ることになるでしょうでも率直に言って私ちょっと疑問を持っているのはえ一見簡単に見,え、ま、あの見受けられるかですつまりネットワークで攻撃しやすいではないかと何かえしかも事故インシデントがあればシステム全体に広まってしまう。 そもそも非常に複雑なシステムですからコンプレクシティ複雑だということ自体それはシステムを完全に説明窮屈することもできないということになりますから難しいと脳のそのシステムと同じだと思います非常に複雑ということそれからその脆弱性これも重要な問題です例えば 次の5年から10年のある時期においてある朝起きてみたら100機の飛行機が同時にサイバーアタックで墜落したということをニュースで知るかもしれませんそれがサイバーアタックなんですそんなことが起こるとこれはグローバルなショックです 福島と同程度のグローバルショックだといえるでしょう。世界全体のアプローチを変えてしまうものだとも言えるでしょう。自動化のネットワークを開発することに関して、その世界が変わるということです。だからそんな大きな事故、インシデント、飛行機の墜落とか、何千人が死ぬかもしれない。 まあこれはあの核の爆発とは違いますけれどもでも政治的なインパクトで考えるならば想像に難くないと思います大きなキスが控えているということで本当にこんなことは起こると思います起こりますいつかまたどう起こるか分からないでも必ず起こることですでこのサイバーアタック等の問題についてですけれどもえ認識しておくべきこととして もう一つのサイバー戦争が進んでいるということです。中国対台湾のものが存在しているということです。これこそ本当の本物のサイバーウォーだと言えるでしょう。どうそれが終わるのか誰も分かりません。厳密にはどうなるか分かりません。それからもう一点ですけれども。 人々の患者というもの、これはもちろん新しいことではないんですけれども、第一次世界大戦において、今19、1919年にいると想像していただきたいんですけれども、フランスの議会の議員は、フランス政府に対して、う。ん ポルドバの人々、中央ヨーロッパにいる人たちで、専制主義の下で生活をしていた人たちに対して、フランス議会の議員は、このポルドバの人たちに対して、有利な待遇をするようにという要請をしたわけです。 議会の7割の議員がそれを支持したわけですがまあ残念ながらポルドバの人というのは実在していなかったでこれは本当の話ですえフランス議会の過半数が陳情してそして請願書実際に存在していない人を支援しろとニヤニヤ笑ってますけれども存在していない人を救えと 政府に要請をしたわけです、まあ、ロシアでもそういうこと起こってるんじゃないですかで。とにかくこういった人々の感情というものがも実は無から発生してしまうということがありえるわけですえ。サイバーの世界においては全く異なった世界の情勢になっています。 全くく何ももないいとところから人々のの感情というものが出てくる、まあ、例えば若い人たちがまあ何万人もの人たちが虐待されているとで新ンキっていうのはどこだか信教の人々が虐待されているという場合には実在しているわけですけれども。 まあ、都市がどこであるかえ国がどこであるか大体みんな今は分かっていますけれどもそういう虐待されているという本当のニュースあるいはフェイクニュースが流れると人々の感情というのが一気に爆発しますそれから昨日言及をしましたが政治家の行動の変化政治家 政府の行動の変化というものが変わってきているそして海外の政治家国家を平気で侮辱するようになっているわけですで昔そんな他国のことを国家元首を侮辱するような発言をすればこれが戦争につながってしまいましたでも今はそれが普通の行動規範になりつつあるということで まあこの人々の感情ということに関して関連性があると思います。それからプロパガンダについてえということなんですけれども例えば他の国の選挙があるという場合にロシアが前回のアメリカの 選挙に介入をしてトランプを当選しようとしたとまあそれは懸命な措置だとはとても思えないんですけれどもまあこ,れこういった介入をしてやはり近隣の国として結論が。 出た後の影響ををどうう受けけけるかということといいいいこ考えたた上で行動に出ななればいけないと思いますただみんな他の人に今干渉をしているわけでアメリカに対する干渉介入だけではなく世界中で各国に対する介入というのが起こっていますですからこれは昔からあることなんですが何が新しいかというとその規模というものが もう非常に大きくなりましたこれは技術のせいで規模が巨大化していますしたがってこれがどうなるかということはもう予想できません古典的なプロパガンダというものは第5の柱と昔言われたんですけれどもプロパガンダの育成というのは昔は容易に予想がついたものですが今はもうどうなるかが全然予想がつきません これはやはりフェイクニュースの一つの側面であると思いますけれどもフェイクニュースよりもっともっと深遠な問題ですそしてディープなフェイクニュースというのがもはや可能なものになっていてここにいる誰もが犠牲になるほとんど何もない状態から その人が何かを言って何,何でもその人が言ったように人々に感じさせることができるまあ何を言うと近隣諸国の首脳を侮辱してもいいんですけれどもまあ トランプ大統領というのか、これがもういい加減なやからなのか、それは分かりませんけれども、ディープフェイクニュースの厄介なところは、今、技術が使えますので、それが偽のニュースであるということを立証するのはほとんど不可能です。ですから、偽のイベント、あるいはまあ言ってみれば偽のセッション。 この会議でフェイクなセッションを実施しようとしたところでそれがフェイクだということを立証するのは非常に困難でありこれは今まで全く前例のない厄介な問題ですそれからいろいろな事例がありますが最後に挙げたい例はこれは この顔認識、えー、ということで、例えばあテロの対抗処置として、こういった顔認識技術というものは、まあ、使えるわけですけれども、中国でも分かるように、ここでもう一つの問題の次元があります。で、これは、オーウェルの国家。あ でも語られていましたけれども、非常に大きな問題をもたらす可能性があるわけです。完全なリストを上げるのには、枚挙にいとまがありませんが、将来のことを考えると、私たちはこの会議で、 将来について論じていますがますます複雑性を増した問題によって予測をどんどんしづらい状態が出てきています。もともと私は数学者でしたので非常にこれについては厳密に表現をしたいと思いますがこの複雑性の根源の 性質を考えるとやはり状況によっては予測が全く不可能です。国内の現象についても予測が不可能です。これはまさに逆説と言えるんですけれども全く不確実性がない根本的な不確実性がない。 ネットワークが接続している、えー、そして全てアプリ折りの決定論的な明確な状況であってもやはり予測不能なことは起こります。もうあらゆる次元で予測しなかったようなことが起こり得るわけで非常に単純な例えば。 先制君主主義というものが最終的には終焉する権威主義的な国家は永遠に存続しないといったところで非常に深遠な理由、まあ、深い理由でいつじゃあ起こるか帝国の終焉をいつ起こるか占うことはできませんでその理由は短期的な こういった帝国の崩壊をもたらす理由というのは短期的な理由というのは長期的なものとは全く異なっているからです例えば地震地震を起こす根本的な原因は地殻変動ですただ短期的なある特定の地震が起こる理由というのは 全く異なった現象であって例えば地中のエネルギーというものが放出されることによって地域的な地震が起こりますちょっと長くしゃべりすぎましたが最後に申し上げたいのは世界はどんどんと複雑になり予測が困難になってきていますなおのこと私たちは注意しなければいけません私たちが何をしているか 注意をすする必要がありますそれによって、えー、壊滅的な状況の確率を下げていく必要があります。 ありがとうございました非常に洞察の深いご発言をいただいたんですがデジタル化がある国家あるいはある社会を左右するということでロシアは端的な例だと思うんですがデジタル化が起こる前ロシアというのは非常に豊かな歴史を持っている国家だと言えるんですがロシアに対するデジタル化の影響について少しお話しいただけますか デジタル化の問題というのは非常に語るのが難しく複雑だと思います。そして国によってやはり状況が違うので、私はロシアについて語りたいと思います。デジタル化はご存知のように近代社会において時間を短縮し、距離を短縮し、尺度というものが短縮されています。政府機関は このデジタル化の夜明けから機能してきたわけですけれどもその影響というものをデジタル化によって強化することができたと思いますただ政府以外の機関はかなり影響を受けていると悪影響を受けていると言えます例えばロシアの例を共有したいと思いますロシアの税制というのは今日 デジタル納税をすするといいう体制が世界ででも進んでいますなぜかというと、まあ、ロシアが体験した危機あるいは景気停滞によってえ実は国家収益というものは増大しました。というのはえ国内のこういった行政の手続きというものが効率化されることによってコストが削減されたからです。そして 税制、えー、というのは実はデジタル化以前にもロシアにおいては非常に強力な体制が構築されていましたが政府が独占をするということによって、えー、機関は弱体化しました。でデジタル化がこれにプラスの影響を及ぼしたわけです。デジタル化があ左右しした他の機関として ロシアの陸軍、警察、そして安全保障に関わる機関の効率化というものが改善されましたただ、こういった機関というのは昔からかなり強力な力を持っていたわけですが例えば。 ロシアにおいて、えー弱体えーえー、脆弱な機関というものはデジタル化によって必ずしも、えー、強化されているとは言えません高等教育ではどうでしょうか。ロシアににおけるデジタル化によって えー、例えば、まあ、あ12ほどの大学とそれから他の大学の間の格差が拡大してしまいましたけれども、えー、それがだんだんと均一化され弱い大学が例えば抗議をする。そして そして、えー、主要な大学の教授があむしろ講演あるいは講義を行うということをオンラインですることが可能になったので弱い大学というものが淘汰されてきています。そして ただし、まあ、弱い大学にしか入れない学生というものもいるわけですが、えー、非常に有名な教授は弱い大学に行って教鞭を取っていても強い大学主要大学に移っていってしまいます、えー、その結果、えー、ロ,ロシアの地域社会に対して主要大学が大きな貢献を果たすようになってきています、えー、また 銀行制度ですけれども、えー、銀行の数はロシアで減ってきました、えー、そして昨年ですけれども資本の集約化が限られた大きな金融機関において行われ、えーまあ、成功したというのはもちろん政府の支援があったからですけれどもデジタル化が大きな要因になっています。ということからこのデジタルデバイドを その格差をタイムリーに解決していかなければならなくわです。つまりその巨大な像が踊っているその中でその民間の銀行の中で競争力を維持することができたところもあります。次の例がににおいててはデジタル化に向けて まあ大きな一歩を進めたということで都市化が進展しましたその結果その例えば生活水準などに関しても首都と地方の間の格差というのが今増大しています政府としてはその格差を縮小に努めていますがしかしあまり成功していませんでモスコのクワのような例があるので 地方自治体としてはスマートシティを目指そうとしていますがしかしデジタル化されたモスクワ地域においてもまだまだそういったところの方に技能労働者とか若い人たちや資本が地方からどんどん流入していますでそうすると地方にはもう未来が望めない状況になります最後に デジタル化というのがますます強力になり失礼しその結果強者強いものはどんどん強くなり弱者はどんどん弱体化しています格差がどんどん拡大化し,しておりその格差がなくなるということはありません司法主義の矛盾が露呈し国は分裂し受益者が一方に集中する一方で え、どんどん衰退する地域が生じています。で、どうしても。その。上昇している都市の方に人々は。集中してしまいます。国がデジタルを統制する、また企業が市民に対してデジタルを使って。え、これをどんどんコントロールしてしまうというような状況が五年七年のうちに生じてくると思います。ありがとうございます。え。 モンブリアルさん、そして、それからロシアの状況について伺って、いくつか伺ってきたことがありました、その国のレベルにおけるサイバーパワーということになりますと、サイバー技術によって、例えば軍隊とか、あるいは国税庁とか、そういうところは強化されていくというのは面白い点でした。でもう一つおっしゃったことで、あまり取り上げなかったことなので、後でまた立ち戻ってもいいと思いますが、 ロシアのデジタル化の成功の結果、むしろそのシステムの脆弱性に対する問題はないのかということです。例えばエネルギー分野においてすべてがデジタル化され、すべてがつながった結果として、むしろ攻撃には弱くなってしまっているのではないかということです。デジタル不平等の問題。これは最初のパネルでも出てきました。経済格差の問題がありましたが、このデジタル 格差、それはその因果関係があるというだけではなく、さらにはこの問題をさらに検討する研究者もあると思います。デジタル格差によって問題がどんどん拡大している、社会がデジタル化すればするほどデジタル格差を拡大するということです。ありがとうございますともあれ、次にこのデジタル化時代の安全保障の問題について、次に伺いたいと思います。ありがとうございますますずは JIA に対して このような興味深いパネルにご招待いただいたことを感謝いたします。また六十周年おめでとうございます。私は同時通訳があると聞いておりましたので、まあ日本人の参加者は日本語で話しておりましたから、私も日本語で原稿を用意してきましたが、司会の小山さんが。 このパネルは英語のパネルだとおっしゃったので、英語で話さざるを得ません。文法的な間違いとかあったらご勘弁ください。安全保障のデジタル化に関していくつか申し上げたい。セキュリティのデジタル化について少し申し上げたいと思います。そもそも、セキュリティというコンセプトそのものが大きく変わってきました。その背景にはデジタル化があります。 従来からのセキュリティつまり安全保障、防衛システム、それは領土の防衛ということが元になっていました。つまり、地理的なその一区分である領土を守るということ、それが安全保障、そして国防政策の実施の対象でした。ししかしデジタル技術によって こういった領土的な問題をすべて超えてしまうことができるようになったのです。ですから、領土を守ろうと思えば、もちろんアクセスを阻止するということによっても可能ですが、それでもなお、グローバルなサプライチェーンとか、あるいは銀行間の取引とか、それらが国境を越えて行われています。そうすると どうやってこういった取引あるいはそこで交換される価値や資産がその管轄下にある領土を超えていくことができるのか、デジタル化された社会やデジタル経済においては、従来の考え方のもとでは、安全保障、そして、あるいは貿易政策の実施においても難しくなります。 特にそれは日本の国防政策において顕著です。というのも、日本においてはその領土防衛ということが一義的にあります。もちろん監視能力もあります。また、自衛隊を海外に派遣することもありますが、主に95%ぐらいの防衛プログラムは、そのもとになっているのは国土の防衛です。 そうなると、ではいかに概念化、あるいは改めて概念化したらよいのか、つまり、防衛とか安全保障という概念の立て直しというのが私たちの直面している課題です。モンブリア先生、そしてさらに今、フォドロフさんもおっしゃっていた、もし私たちがその資産を守ることができないのであれば、 それが領土の内外においてできないのであればそれはすなわち攻撃に対して脆弱性を露呈しているということになります。インターネットあるいはサイバースペースからの攻撃が起こった場合にこういった国際的なアクターが自らのアセット それは知財であったり物理的な資産であったりそれを守るのが極めて難しくなりますこの問題を問わねばなりませんそして多くの資産というのは民間企業が所有しておりそうなるといかにしてこういった民間の企業で領土外に存在するもののその資産を守るのかということが難しくなりますということで 改めて、その防衛と安全保障という概念を立て直さなければなりません。次に申し上げたい点というのは、デジタル化によって、その戦闘のやり方も変わりました。ネットワーク中心の戦争というのが、この10年、20年、流行後になりました。ほとんどの戦闘のための設備、資材、 機材というのは基本的にはネットワーク中心であり、そしてデジタル化されています。例えば F35 を飛ばして、そしてサイバーネットワークを攻撃する、いずれ F35 を飛ばそうとしても、ネットワークが、その接続が立たれてしまえば、もう F35 はただのくず鉄になってしまいます。このネットワーク化 それに対しては、今や衛星とかあるいは国家の持っている資産、アセットというのが戦闘の上では大変重要になっています。衛星なしには何もできません。例えばドローンを飛ばそうと思っても、あるいは巡航ミサイルを発射しようとしても、あるいは船舶の航行においても同様です。つまりデジタル化の結果として、 戦闘がデジタル化された結果がこれであるわけです一方でデジタル化によってその戦闘モードが変わったというのも多くのグレーゾーンが出てきましたつまりハイブリッド戦争というのが生まれてきましたほとんどの攻撃というのは物理的な動的な攻撃があってすぐにそれに対して反撃するというのではありません 例えば、部隊を派遣するとあれば、最初にまずネットワークを潰そうとするわけです。サイバー攻撃を潰すことが先です。そうしたらスパイ衛星は何も見えなくなってしまいます。また、通信手段を切断してしまうわけです。そうすることによって、戦闘における有利を、戦場において構築することができます。 ままたサイバー空間における戦闘も発生しますモンブリアン先生がおっしゃったようにサイバー戦争というのが中国台湾の間で起こっているというだけではなくそこら中でサイバー攻撃が起こっていますおそらく横浜さんの方が誰よりもご存知かと思いますが常に攻撃が起こっているというのは攻撃にかかるコストというのがとても小さいからですその動的な手段を使っての攻撃よりも小さいからです そうなると誰がその主体なのかこれに関しても誰が実際にそういった指令攻撃命令をその領土外から発信したのかというのの特定が難しくなります。基本的にはその領土性とかあるいは管轄ということの概念がなくなってしまうことによって何をもって あるいはどうすれば安全と言えるのか、命、社会、アセット、それに関して何が安全かというのを論じるのが難しくなります。そうなるとガバナンスの問題となるのです。従来においては、例えば、化学戦争、あるいは生物兵器による戦争において、その物質、 を対象とするあるいは核戦争における核物質こういったものに関しては輸出管理を行うことができましたつまり国の当局がこういった能力を持った企業とか大学に対してこれらの技術が国外に流出しないようにすればよかったのですそうすればこういった兵器の拡散を防ぐことができましたしかし今やこういった情報が 国外に流出することを防ぐのはますます難しくなっておりかつ国内のルールとか規則を実施して国内の主体が国内の主体をコントロールするのも難しくなっていますデジタル化によってガバナンスは弱体化しているわけですつまり技術をコントロールしようとしてもその領土の中において それが難しくなっており、例えばガバナンスの緩いような国、北朝鮮など、北朝鮮はとてもガバナンスは強い国ですが、統治が強力ですが、しかし技術的な能力を外国から盗むことは簡単にできます。そしてその技術を利用して、また例えば仮想通貨などを取得するのも容易にできます。そして最後に、 安全保障とデジタル化の問題、これはすなわちルールの欠如ということです。確かにサイバー GG というのがあります。今週これが行われるということですが、しかし、ルールを樹立しようというような、そういった努力ではありますが、一方で、ただ単にその関心の度合いが違うというだけではなく、従来の外交、 あるいは従来の国家において関心が低いというだけではなく、なぜこれが困難かといえば、その概念に関してのコンセプトがない、その同意が見られないからです。例えば、自由なインターネット、自由なサイバー空間という概念というのは国によって考え方が違います。自由というのはすなわち、 政府の介入がないとといいうことを意味します政府の介入がない中で、いかにしてそこを統治、ガバナンスできるんでしょうか。民間の主体に対してのガバナンスなのか、統治をするのか。で、民間の主体に関して、そのネットワークを100%透明性を担保するということが可能なのか、民間の主体が国の安全保障に貢献することが可能なのか、こういった問題というのは、 必ずしも各国このルールを策定するプロセスに参加している国々の間で共有されているわけではありませんこれらがデジタル化と安全保障に関わる関心ある問題ですありがとうございました鈴木、えー、さんありがとうございました今、えー、最後に言えばインターネットのバルカン化 のイメージだと思いますがこれは NTT と企業にとっては大きな挑戦を突きつけていると思いますまあグローバル化オープンな技術改革をサイバースページリカでも作れる企業にとってそういう問題があると従いまして民間の視点から横浜さんにお願いしたいと思うんですが えー、モグリアルさんはもともと数学を学ばれたんですが我々は大体社会学を専門としていますでハートの科学者はテッキーとで我々はファズィーと呼びますけれどもその、えー、外交外務省国務省にとって、えー デジタルエイジにこの社会学者の専門能力で対応するのが難しいと思います。ですから、アドバイスをお願いして、特に民間部門と政府がどうコラボするかと。まず私、国家の安全保障とか外交については全く専門外です。ので、ちょっとあの不利な立場での発言かもしれませんが、昨晩、実はビレモットさんにアドバイスを求めました。 こういった不利な状況で我々どう輝けばいいのかとあのいいアドバイスを頂戴しました3つありましてまず短くせよとそして簡潔にとそして挑発的にせよということでしたですから挑発的に、まあ、短く進めたいと思いますまず産業界としての、まあ、見方といいますか1枚だけ用意したのですが これだけ今日お見せします。NTT のグローバルな IP のバックボーンのネットワークです。NTT はもちろん日本の企業です。ですから、まあ、太平洋を越えてこのようにございます。それと日本とアジア諸国ともつながっています。これ海底ケーブルでつながっています。<laughs> また、大西洋を超えての接続もあります。これはあのシベリアを超えてということです。で、本当にグローバルなネットワークを用意しています。アジアだけじゃないんです。我々のネットワークは本当にグローバルですし、世界でも唯一の会社だと思います。グローバルなネットワークサービスで、そして I.T. サービスで両方トップ5に入っている企業として他にはないと思います。 ネットワークと IT 両方でトップ5という、それが NTT なのです。で、その我々の世界の見方はちょっと違う、まず国境はないと考えています。えー、そのよい一例が、えー、今年の7月1日の段階で、28の国境、えー NTT リミテ i t と一社に統合しました、この新しい NTT ですけれども、その本社をどこにしたかご存知でしょうか、ロンドンなのです。まあ、ブレックシットがあるにせよ、あえて選びました、ロンドンでそれはその接続性、コネクションがあるからです。私の理解ではヒーースロー 空港は直行便が世界でも最大数の空港だということですですから優れた IT 人材を雇うのも簡単だということで戦略的なチョイスとしてロンドンを国際本部本社として選びましたもう一つこの図から想像いただけると思うんですがインターネットのインフラは 民間部門が所有して運営をしているとオーラダーのオペレーテーということです。それがインターネットの一部を構成しているわけである。もちろん他にサービスプロバイダーがこのネットワークをシェアします。で、ま、日本はその IT の資産をどの程度持っているのか、まずそのうち民間部門が所有する IT 資産はどの程度かといいますと90%という答えになります。9割方、PC とかサーバー、データセンターなど。 は、えー、企業が保有しオンペレートをしているわけです政府ではないのです <music> そのまあ、ちく意味合いとして <music> 民間が果たすべく役割果たせる役割はたくさんあると思うのです <music> それも非古典的な、つまり全体的な国家安全保障で論ずられるものとは違う形での役割と思うんですで。我々の活動でいくつか例を申し上げますと、昨年、業界のデジタル経済の安全を保障するカウンセルというのを 14のロボ ICT 社の集まりです。IBM、赤米、サムソン、ボーダフォン、等々 t NTT も創設メンバーとして参加しました。他にもいろいろな例がありますが、そういう動きがあると。ICT プレイヤーで心配をしているところ、懸念を持っているところが集まって、 そして、グローバルな基盤づくりをしようという動き、そしてその基盤をしっかり実行しようという、そういう動きがあるということです。もちろん、民間部門だけで全てこれは達成できることり、民間と政府の連携協力もたくさん必要でありますが、いわゆる古典的な国家安全保障の議論とはまた違うアプローチが取れるとたわけです。で、最後にですが、NTT、n NTT 日本電信電話、テレグラフという100年の歴史を持つ会社ですが、実は NTT は、ニュー・トマロ・トゲザーでもあるのです。ありがとうございます。ありがとうございます。各パネリストに一回して、それあとお時間があれば、会場の皆さんから、まずモンブリアルさんにもうちょっと質問をさせていただきます。 このサイバーパワーについてですが先ほど攻撃的なサイバーパワー、サイバー力を持つということこそがサイバー大国の要素だとおっしゃったと思うんですがキャンベルのラスビーというシンクタンクピーターさんがいらっしゃいますがこのアジア太平洋地域でそのサイバーパワーの台頭を研究しています。 人員数とか攻撃能力とか新規の投資額とかなどで見たそのビデオが誰しもがサイバーパワーになろうとしている国家もそうですがでも大企業もサイバーパワーになろうとしているとその中でそれを統治するガバニングするフォースというのは何がありますか下手なホットワーに あるいはその他の破綻的な状況にエスカレートしないようにどういうカバナンスがあるのでしょうか今の段階でお答えするのは難しい質問だと思いますが少なくとも町の仕掛けりあまり人もいないと世界で え突っ込んでこのサイバーパーというコンセプトそのものを考えている人も少ないのではないかと思うんです。で私一つだけに限って申し上げています。抑止・デターレンスというコンセプトですが、デターレンスは核戦略の世界においては明快なコンセプトだと思います。で私これまで見事に機能してきたと思います、核の抑止力と。 まあ、必ずしも証明はできないかもしれませんが冷戦が終わったその終結は良かったと思いますでそれは抑止があったからですだからこそ世界の全面的な非核化を論ずる際にはその場合世界が非常に不安定になるかもしれない核の抑止がなくなってしまったらば 不安定になるのではないかということも考えるべきだと思いますこれは法王様にもお伝えしたいメッセージです、えー、まあ日本にいらしたとばかりで私法王経緯は、えー、あのておりますけれどもそこまでお考えだったのかとちょっと思うわけですで抑止についてですが特にサイバーにおける抑止の概念は えー、より微妙なものだと思います例えば数ヶ月前ですがニューヨークで停電がありましたかなり大きな3時間4時間ぐらい、えー、停電が続きましたあの自身、えー、それがどうストーリーとして終わったのかは知りませんけれどもともかく、えー、一つの解釈としては。 多分ポールさんがいらっしゃるのでご存じかもしれませんが、お詳しいですか、どうなったのか、ご存じないならば、私としての解釈をちょっとご紹介します私、こういう解釈が可能だと思うので、ある国がメッセージを送ったんではないかと思います、ある国ができるんだということを示すメッセージだと、こんなこともできるんだと。 4時間、えー、大きな問題を引き起こしたと。でも、カタストロフィーというほど大きな問題ではないことをジャッキーさせたということ。で、帰属の問題ということを他の方もおっしゃいましたが、アトリビューションの問題、えー、その簡単に帰属が分からないこういった攻撃。えー、でこれは そのテロリストの例がありますが、先週、フランスのハリコプカマリーデの2台が空中衝突で10名ほど亡くなりました。で、その事故の後ア ISIS。 が責任だということも言われましたがまあそこは実際誰もわからない実際は全く関係なかったのかもしれませんがでもそういうメッセージを送ったということですで、このサイバー戦争においてもそういうことがあり得ると思うんですつまり言いたいのはゲームのルールそのものが変わっているのと全く変わっていますつまり もし潜在的なサイバーパワーがあるときに目標を設定してある敵国にこれが,できが可能なんだというできることを示すということをした場合つまりこちらの力能力のほうが実際の力より強いんだということを見せつけると。 えこれによってアクションを取ることによって実は実際に攻撃をしないんだけどこれだけで可能なんだというシグナルを送ることによってむしろ安定性を求めるということそれが新しい抑止になると思うんです新たな抑止になると思うんですえでまあこれはまあ一例ですけれどもえまだその時期に早すぎるのでえその安全保障のシステムを 考えるところまではあの新しい動向に対するどういうセキュリティチーシステムがあるべきかということ、えー、分かりません。えー、と鈴木さん、えーえー、からあの素晴らしいプレゼンがあったと思いますが、えー、企業としてのセキュリティ、えー、でもおっしゃったセキュリティの問題の多くは今日、えー、でも どう対応するか誰もはっきり分かってないと思うんです。例えばえ <laughs> サイバーセキュリティとことの場合、例えばすぐ宇宙、スペースのセフリティを考えます。でもこれは問題です。この20年、30年言われてきたことは。 戦争というものを宇宙に持っていくことは良くないと、でも今や何万という衛星が飛んでいるわけですから、この宇宙ですね。えー、ですから、考え方そのものを変えなければいけないという、しかもそれ自体は大変だと思います。 例えば何年も前ですけれども、北朝鮮の,そのソニーに対しての攻撃もありましたし、原子力発電所に対して攻撃は成功していませんけれども、うん、攻撃の試みもありました。 でやはり重要なインフラというものが非常に狙われている、前弱であるということは間違いないと思います。で、フランスの会社が数ヶ月前に攻撃を受けて、会長 CEO の個人のアシスタントが、自分の 使用のスマホを使ってようやく外部と連絡を取ることができたと会社の通信手段は全部遮断されてしまっていたそうです。でもともとその攻撃元は発覚しましてここから遠くない非常に大きな国が攻撃したそうです。でえー、理論的な、まあ、公正な質問 ロシアが何をしたかとかしなかったかとかいうことは聞きませんでもロシアはやはりサイバー能力を強化してると思いますでロシアの世論調査をしてらっしゃいますよねあなたほどロシアの世論を理解している方はいらっしゃらないと思いますでこのロシア国外におけるロシアのサイバー パワーを攻撃に使うううとということがあり得るんでしょうかロシアが国際的に、まあ、やはり国家の力、存在感を確立しようとしていてロシアはやはりそれが必要だと思いますかそれとも慎重であるべきなんでしょうかお考えをお聞かせください。 私たちの優先順位は攻撃ではありません、主制に回る、防衛をするということです。ただ、ロシアにおいて社会で広く議論される話題ではありません。でもっと現実の問題がいろいろとあります。例えばあ その民間企業と同じようなまあ国家が一部出資している企業で非常に大きなデータベースを構築しそのデータを独自の利益のために使用することができるわけですがまあ私たちのまあ東あるいは西のパートナーを見ると 欧米社会あるいはこういった西側の社会といろいろとやり取りして分かったことはやはりセキュリティがかなり脆弱であるということでありまあやはりデジタル空間におけるわれわれの脆弱性というものがどんどんと露見してきています。 われわれがまあこの遅れているということがメリットがあると言われていたことがもはや通用しなくなりました、したがってロシアはやはり政府としてもサイバープロテクションの措置に乗り出しています、それから顧客データベースを保護しなければいけないという施策が講じられるようになりました。 そして個人情報を保護するということが最優先に考えられるようにロシアでもなったわけですがまあこの国家というよりもえやはり例えばえ政府部内におけるまあ腐敗した政府公判官あるいは公務員が乱用することが懸念されています。鈴木先生えちょっと 具体的な質問をさせていただきたいと思います。日米同盟はサイバーセキュリティの重要性を最近高めています。それから、まあ、宇宙空間における安全保障ということも話題に上っているわけですが第5条この日米同盟条約の第5条において えまあ、状況によって、かなりそれは厳密には定義されていないんですけれども、状況によって抑止力をアメリカが使うという保証がありますけれども、これはサイバー攻撃に対する抑止なんでしょうか、通常戦力、核戦力による攻撃の抑止なのか、どういうふうに解釈してらっしゃいますか。非常にいいご質問ですけれども、答えるのが難しいと思います。 まず、貴族の質問というのが、貴族の問題が残れます、この第5条、つまり抑止力をありとあらゆるものに使えるのか、サイバー攻撃を受けた場合、 物理的な通常の従来の通常核戦力で対抗できるのか例えばハマスとイスラエルの間でイスラエルがミサイルを発射しそのミサイルはこのハマスのガザにおけるサイバーオペレーションセンターを狙ったわけですけれども。 そこでサイバー攻撃に対してイスラエルは反撃をしたわけです。失礼、ハマスの方が反撃をしたわけです。で、攻撃のを仕掛けた元が分かれば、もちろんこういった通常の戦力あるいは核戦力を使って、 迎撃をする、あるいは抑止をするということはできると思うんですけれども。やはり、その貴族の問題というのか、まだ明快になっていないと思います。で、やはり、マリーで。ヘリコプターが墜落を、衝突をしたっていうのは、これは、まず。 認識不足とといいう問題があったと思いますつまり、えー、サイバースペースにおける我々、えー、認識できる範囲を広げなければいけませんまずどこが攻撃の源なのかでもいたずごっこのようなもので、まあ、こういったドメインのを意識するという能力をつけたとしてもさらに攻撃側がもっとお ずる賢くなってそれを回避するといいうこととともあり得ると思います、まあ、とにかく日米の政治宣言として、えー、第5条がサイバー攻撃にも適用されると発表したんだと思いますが、まあ、誰が攻撃をしたかが分からないと、まあ、エスカレートさせて抑止をするということは難しいと思います。技術、えー IT 会社の責任能力というのはどういうふうに思っていらっしゃいますかアメリカの会社であるとか、えー、国際的な企業がどんどんと力をつけ、能力をつけてきているわけですけれども、まあ、透明性を担保することができなければ、まあ、データはどんどん,どんどん集積している、ビッグデータを持っている、あらゆる手段を持っている。そして 先ほどのセッションで、えー、ビルさんの方から2008年の世界的金融危機が起こった理由というのは銀行が十分に規制されていなかったからだという話を聞きました。でそのどうやって銀行を端末のか民間企業の視点から言って私たちが必要としているイノベーションをもたらす一方で民間企業はどういうふうに透明性を担保して 説明責任を持つべきだと思いますか先ほどそのゲームのルールが変わってきているという話がありました。ちょっと統計をご紹介したいと思います。サイバー犯罪のゲームのルールが変わってきたということで、全世界の GDP というのは約80兆ドルであるという統計が発表されています。で人間が ICT に今までどれぐらいお金を使ってきたかというと約2%、1兆6兆六千億ドルです。じゃあ、セキュリティにどれだけの投資をしてきたかというと約1千億ドルです。これは IT の投資の6%から7%です。毎年1千億ドルサイバーセキュリティに投資をしているわけですが、次に問題となるのは、じゃあ私たちは 損害額はいくら被っているのか、これは統計はありません。3年前に CSIS が報告を出して、それが約6000億ドルという損害でした。最近、1兆ドル、2兆ドルの損害があるという発表もありました。つまり1000億ドル投資して1兆ドル損をしていると。 明らかにこれはうまく機能していません。もう私が頭のいいハッカーだとしてどこを攻撃するかえ少なくとも適切なあまあ1000億ドルの投資をして、うん、え市場の機械というものが悪者には10倍の利益をもたらす可能性があると。 いうことで悪いことをする誘因が働いてしまっているわけです。これは悪い状態なので、ルールを変えなければいけない。それが私が言ったゲームのルールを変更する必要があるということで、まクローニーさんがおっしゃったこのイノベーションが重要です。ゲームのルールを変えるイノベーションをもたらさなければいけません。 ゲームのルールを変えるイノベーションが可能となるのは唯一物理的な技術例えばネットワーク技術暗号化技術コンピューター技術を社会技術と組み合わせて初めて可能となります。 これは、まあ、こうその法律に順守する国際秩序を確立する教育を徹底するということによって可能です。物理的な技術といわゆる倫理的な技術を組み合わせなければいけません。で私たち IT 企業は 物理的技術に自らを制約する必要はありません。社会技術にさらに拡大をするということが可能だと思いますし、5G とか 6G の発表があるわけで。IOWN このオプティカルウェアネットワークコンセプトということで IOWN に参加をするパートナーを我々としては促進していかなければいけません。これはネットワーク技術と社会技術を組み合わせるということでイノベーションをもたらします。それではご質問があればお受けしたいんですがまずこちらの方マイクに向かってお話しください。その後女性の方どうぞ。こんにちは。 イラン大使館の科学アタッシェをしておりますそしてサイバー外交をいろいろな大学でも教えていますで私は意見なんですけれども犯罪にもう一つぜひサイバー犯罪のリストに付け加えていただきたい政府のサイバー犯罪を加えていただきたいと思いますえある国の 国民を強制してもっともっとサイバーの犯罪に引きずり込むことを国がやっていると思いますつまりデジタル化が進んだ国というのは対人関係人間関係が希薄になります東京の地下鉄に乗るともみんなスマホを見ています誰も会話をしていませんそしてえ邪魔をしたくないからと話をみんなしなくなります大学の 心理学の先生と話をしたところ G5G7G10G 無限大の国々において人間関係は希薄になっていくでしょうという話でしたで間違ったら正していただきたいんですがこれは2万人の方がいつも自殺をしている 2万人の方が自殺をしているその理由というのは何か考えてみたんですけれどもやはり人間関係が希薄になっておりデジタル化社会が日本で蔓延をしているからじゃないでしょうか。で政府は 政府はあるいはその一家の課長というもの国の課長たるべき政府がもっと統制をしてでも,もう家中一家1人スマホを持っているみんな自分のネットワークの相手方とつながって、はい、おっしゃりたいことは分かりました素晴らしい重要な点だと思います。 で人間的なレベルでこの技術はその脳の機能の仕方他の人とのやり取りが変わってきているビクトル・ユーゴいわくえやはりその魂があって人間であるとただ私たちはあまりにも接続しすぎてしまうと、まあ、それで感情が爆発することになるのかもしれませんが女性の方からまずご質問を受けたいと思います。 ありがとうございます非常に深い造形の深い、えー、お話をいただいてありがとうございます政府のアドバイザーを務めておりますが 横浜さん NTT の横浜さんに伺いたいんですけれども、えー、海底ケーブルについて言及なさいました。他の人は誰も海底ケーブルのお話をしてらっしゃいません。やはり注意をしなければいけないと思うんです。90%通信が海底ケーブルを使っているということを認識していただきたいと思います。えー、簡潔に質問をロシアの方にさせていただきたいと思います。 つまり、インターネットの切断、そしてデジタル格差の問題ということをおっしゃいましたが、現実においてプーチンはむしろロシア経済をデジタル経済へと加速化させようとしています。 質問は何ですかつまり、デジタル経済を推進し、一方でインターネットは切ろうとしている、接続を切ろうとしている、それはどういうことなのか、今の質問は分かりいたきましたか、フィオドリさん。英語がそれを得意ではないようなので、それからフランスの参加者、パネリストの方に伺いたいと思います。 セキュリティ、これをもって議論する、例えば法の支配というのもデジタル経済、このドメイン、この領域において必要なのではないかと思います。例えば AI の規制、あるいはビジネスモデルの規制、あるいはコンテンツの規制。 そういうことについてどう思われますか今の質問に関してその結合も含めて横浜さんの方からお答えをお願いいたします私は黙っています鈴木先生一言いかに法の支配を実現するか規制ということに関して 一つ重要なのは、今回の会議のスローガンにもあるとおり、透明性ということだと思います。GGE、サイバー GGE、国連の専門家会合でも、いかにその透明性を高めていくか、その重要性について議論しています。サイバーの世界で何が起こっているかについて、理解を深めようとしています。これはまた そのドメインに対する認識意識というのもあります情報を共有しなければ透明性のある形で行動しなければいわゆるデジタル活動の闇の中に落ち込んでいく可能性が高まりますではどうやって国のレベルで透明性を高めるかそれが重要な問題です私たちとしてもそれに取り組まなければいけないしそういった能力を持った企業というのは その模範を示さななけければいいいと思いますこういうやり方でもって透明性を高め一方で決して知財とかあるいはそのプライバシーが侵害されることはないのだというようなことを示していくそういうような方式形式というのが将来的にも必要な課題だと思います。フィオドル先生 ご質問ありがとうございます。ロシア式現代化、近代化ということです。目標は3つありまして、失礼、ピョートル大王において、経済をさらに更新する、そしてそれで生産に立ち向かおうというような。 この時代に戻ろうとし、時代のその栄光を実現するということで、そのデジタル技術によって、ロシアの国益に資するものにしていこうというものです。では最後にモンドリアル先生から、このセッションを締めくくっていただければと思います。そういうういいいこことはししないようなよふりをしていたんですがこの いくつかのやり取りを聞いていているの,をその私の方から2言、まずサイバーセキュリティというのは決してその領土、領域を越えていくとかそういったことだけではありません。例えばデータセンターというのを考えてみれば今日データセンターというのは物理的な資産ですで。それがどんどん拡大化しています。例えばアマゾンなど デーータタセンターを大々的に展開していますでこれが最も古典的な意味である意味で脆弱性でもある例えばアメリカに危害を加えようと思えば明らかにデータセンターというのが従来型の優れた標的攻撃の標的となります。 それからもちろん、ケーブルももありますもちろん他にもたくさんこういった例はあります。つまり戦略的な意味で、場合によっては、例えば拡散化を図る、大型のデータセンターではなく小型化を図るといったようなことが考えられます。それが1つつもう1つ最後に申し上げたいのは 横浜先生がおっしゃったことです。横浜さんがおっしゃったことです。サイバーセキュリティについてもっと考えるようになり。なりたいまあ、物理的な技術だけではなく、これからは例えばその。倫理的な側面も含めた教育啓発などもやっていきたいということをおっしゃいました。全くその通りだと思います。それを聞いて。 最近フランスの大統領がテロに対して対テロで宣言したことがありました。対テロの戦いというのはそのどこで攻撃するに対して対抗するということではなく社会全体が対応していかなければいけない。適応していかなければいけないということでした。ただそのような適応というのはとても時間がかかります。一夜にしてなるものではありません。で、日本の 友人に大変知識をお持ちなので一つお尋ねしたいこの貴族の問題です。理論的な観点から言えば果たして次のようなことが不可能なのかどうかつまり貴族の問題の解決は不可能なのかそれとも解決可能なのか解決可能だがまだそのやり方が分かっていないのかそれとも もっとより深遠な理由からこれは解決不可能な問題なんでしょうか私は現実的であるとともに理想も論じたいと思っています。理想的には解決可能です。つまり、キャリア間におけるパケットの流れというのを追跡していけば、やがてはその発信元にたどり着きます。現実的には不可能です。 それが現実です永遠にそうだと思いますかこれは将来向けての課題として残しておきたいと思いますグローバルなセッションでこれはまだ議論の始まりに過ぎないと思いますけれどもしかしパネリストの皆さんにお礼をの意味で拍手をしたいと思いますありがとうございますこれよりお昼休憩に入りますこの会場